関サット甲子園は高校生による関サットのコンテストである。2005年から宇宙甲子園の一環として開催され、2008年以降関サット甲子園として開催されており、毎年8月に開催される。国内で開催される高校生を対象とした競技のいわば甲子園に相当する競技会で出場校は地区予選を勝ち抜いたチームが全国から集結する。 優勝チームには、アメリカ合衆国ネワダ州、ブラックロック砂漠で開催される国際大会であるアーリスへの出場権が与えられる。カンサッとの開発、製造を通じて実践的な知識や経験を習得し、切磋琢磨することによって、技術、技能水準の向上を図り、参加者間の交流を促進し、時代を担う技術者を育成することを期とする。 観察とットの開発、打ち上げの過程を通して、自己検査問題解決力の習得が図られる。参加者たちは、高校生ではあるものの、インターネットを通して入手したノウハウを貪欲に吸収、反映することにより上位入賞のチームは、大学宇宙工学コンソーシアムの主催する大学生や大学院生たちの観察とットに遜色ない水準に達している。 上位入賞者は推薦入学でも有利になり、参加者たちの一部は大学に進学後も競技を続ける者も,もいる。他の技術系競技の参加校では、工業系の高校の参加、上位入賞が多いが、この競技に関しては、例外的に普通科、進む学校の参加、上位入賞の割合が多いのが特徴である。2015年度は28校が参加した。 高度約400メートルまでロケットで打ち上げられる。キャリア放出後完成飛行して、観察を放出後、パラシュートを展開して帰還する。降下中に、地上の景色を搭載したカメラで撮影したり、飛行中の加速度、方位、気圧、GPS で座標をサンプリングしたり、自動操縦で帰還する機種もある。打ち上げ後は、外部からの遠隔操作はできない。カッコ内は、 各地区の枠数、ありがとうございます。